という組み合わせ。外のストレート、レフト方向、飛距離はどうか、フェンス際、その上だった。外のストレートを叩きました。8月27日、広島カープ対阪神タイガース。阪神のメル・ロハスジュニアが今季5号となる先制ソロホームランを放った。ああ、逆方向。神。これは神外人。後半戦やばすぎだろ。完全にバース。ロハス、後半戦12試合、打率2割8分9厘、本塁打3本、打点6点。なおいまだ打率1割台。前半戦の彼はうんちだった。慣れてくればそれなりに打つ。日本の野球に慣れてなかっただけやな。キャンプから合流してればな。キャンプを行った世界戦のロハスはヤバかったかもしれない。マルテ拒否だほうやん。今年の阪神の外国人は素晴らしいですね。以上、ロハス覚醒スレでした。ご視聴ありがとうございました。